レオリオとクラフィカとゴンが3人出てきて、ワンフレームで紹介される。うまいのはね、レオリオがしゃがんでるところだよね。ワンフレームでやるとキャラクターが、えー、ヒータインになっちゃうんだけども、レオリオをかがませることによって、レオリオの背の高さというのを表現していて、3人の身長バランスが分かれる、ね。で、おまけにそれぞれの表情がもう少し大きくある。レオリオは横目で見ていて、ゴンは真正面から見てると。ところが、 クラピカだけ読者を見ていないと。この目線の外し方っていうのがですね、まあ、最初からこういうふうなキャラクターだっていうふうに決めて書いてるところがわかるんだよね。自己紹介のところで船,船長さんに、えー、お前たちはなんで反対になりたいんだ言えというふうに言ったら、クラピカはセリフがどんどん増えてきて、レオリオがだん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 はみ出してきて、ついに何も言えなくなってくると。このクラピカのセリフの過剰さっていうのでキャラクターを作ってるわけだね。 ゴーンは喋るキャラクターじゃないんだけども、レオリオとクラピカが初期のうちはいっぱい喋ってくれるおかげでドラマが持っていると。ところが彼の正直さ、誠意によって人間関係の摩擦っていうのが起きてきて、レオリオが追い詰められていくっていうね。コメディーでありながら、ここら辺のシーンっていうのがうまい。えー、現両団がクルタ族の、あの、まあ、仇だというふうなことで、えー、彼らを捕まえるんだ。 クラピカ面白いところだよね。敵を打つって言うんではなくて、あくまで捕まえるって言ってる怖くないのかっていうと、クラピカの返事が、死は全く怖くない。一番恐れてるのは、この怒りがやがて風化してしまう、しまわないことを、だっていうふうに言うと。怒りが風化っていう表現が面白いよね。クルタ族の奪われた目を取り返すことなんだよ。でも、取り返すことを諦めてしまうとか、復讐することは諦めてしまう。これが、クラピカの 風化するの,の1段目なんだよ同時に2段目ももうこの時の第1巻の最初のシーンからあって復讐が目的化してしまうことそれは自分を失う恐怖クラピカにとって一番怖いのは何かっていうと自分を失うことなんだ復讐するモチベーションがなくなってしまうのも怖いし復讐すること自体が目的化してただ単に自分自身に約束したから 目を取り返すと約束したからっていう義務感で行動するっていうのが自分の中で一番恐れてること。最新のクラピカの動きはもうそれになってるんだよね。もうどん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 クルタ族の目を取り戻してきて、で、何のためにこれをやってるのかわからないと。取り返した目を祭壇のようなところにダーッと並べて、じゃあ俺はどこに行くんだろうって言ってるのが、この一家の一番最初の怒りが風化してしまわないかと恐れてると。実はもう、 クラピカの中では、は怒りは風化しちゃってるんだよクルタ族のことを言われたら反射的に起こるんだけどもこの時のような何が何でも幻影旅団を捕まえようっていうのがなくなっちゃってる現在のクラピカの状態っていうのが一家のところから予言されてる面白いなと思う好きなシーンだよ。ゴンが初めて会う ハンターで、えっ、ー、と、その人からいろいろ教えてもらうシーンなんだけども、主人公のゴンっていうのはお父さんのジンに会うっていうのが目的。ジン、ジンさんにいろいろ教えられて、彼は俺の知る限り最高のハンターだ。ジンさんに会わなきゃ俺はダメだというふうなことで、ジンさんに会うことは一番難しいっていうふうに言うんだけども、これで見ている人に、あの、ゴンのお父さんのジンの凄さっていうのを出すんだよ。カイトのセリフの、 そのジンさんに認めてもらうための最終試験が彼を探し当てることなのさ。これがどんな彼より難しい。彼は俺の知る限り最高のハンターだ。セリフとして大したことないんだよ。さらっと読める。ところが、それを家に帰ってからゴンが心の中で復唱繰り返すシーン。ジンの写真のクローズアップを徐々に入れて、目の中の光にゆっくりとカメラが行くと。ゴンの視線の方向とジンが 写真の中からゴンを見つめ返していることがわかるんだよね。で、この中で徐々に徐々に、そのさっきは大したことがなかったカイトのセリフが、すごい良い,いセリフみたいに生きてくるんだよね。繰り返しの中で言われると、めちゃくちゃかっこよく聞こえてくるんだよな。だから、良い,いセリフっていうのは、良いセリフを作るんじゃないんだよ。その前のシーンまでの大したことないセリフっていうのを、モンタージュして映像的に並べることによって、 ちゃんといいセリフとして作るっていうね、この漫画を使いこなす富樫の力量の凄さだよね。他の作家絶対こんなことをしないんだよ。ハンター×ハンターがもうどんなに待たされてもどんなに適当な絵でももう許すって言ってるのは漫画界が生み出した奇跡のようなやつだと思ってるから、もうちょっとみんな好きにやらせてみようよって。こんなことをできるやつって本当にいないんだよな。